あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べて417ドル6セント高い31,499ドル62セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 92.89 ポイント上がって 1万952.61 でした。一方、円相場1ドル149円ちょうど付近で取引されております。 FRB の利上げペース減速への期待を背景に続伸をしたということでありました。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国が経済指標を日程よりも遅れて発表。中国国家統計局は昨日、予定よりも遅れて7月から9月期の GDP 国内総生産をはじめとする経済指標を発表しました。GDP は前の年の同じ時期と比べると 3.9% プラスと予想を上回ったということです。当初は共産党大会が行われている最中の18日に発表を予定していたんですが、前の日に突然延期が発表されておりました。そしてその共産党大会、習近平国家主席の3期目の続投が確定をしております。また指導部メンバーから金融改革や市場開放への支持で知られる李克強首相や劉鶴副首相、人民銀行の伊藤総裁らが外れました。まあ、それから胡春華氏という ね、びっくりしましたね。首相にと言われる人が降格しました。そうですね。私友人でもあるんですけども、関平さんね、評論家の、関さんが自分も含めて世界中のチャイナウォッチャーが予想外したと言ってますけど、本当に胡春華さんに関しては全く意外ですよね。ただ今回これ例のね、その世界中に映像が配信された、胡錦涛前国家主席ですね、あの人を要するに連れ出した。いや、これをね、退席って書いてるメディアもありましたけど、いやいや、そうそう、それ全然違いますよね。中座とか書いてるメディアもありますけどね。あれ映像を見ると半ば連行みたいな、ね、してますよね。脇掴んで無理やり立たせてますからね、それからなんかこう紙をね、書類をこう、引っ張ったりね。そうでしたね。しかもその習近平氏が途中で一回その書類に手をかけてますよね。持ってくなって、ですから、あれいろんな今分析はされてますけれども、やはり出したんですよね。出したんですよね。で、病気だとかね、新華社なんかはそういうふうに言ってるけれども、新華社の言ってることですからね。いやー、これをだから、ああいうものを見るとはね、思いませんでした。全世界のメディアがいる中で、ああいうのを出すっていうのは意図的に見せたって感じなんですかね。どうなんでしょうね。だからそうなんだろうと。ただそうするとね、で今回その人事が意外だったってことも含めて、胡錦涛さんに連なると言っていいと思うんですけれど、いわゆる共青団系の人たちっていうのが全部排除されたわけですね。共産主義者、ここまで露骨な人事をやり、なおかつああいうものを世界中に見せてしまうというのは、これはもうそのここまで露骨なね、要するに性的排除、自分に異論となるもの全員排除っていうことを見せるのはむしろ政治的にいいんだろうかって感じしちゃいますね。ものすごい反発を買うでしょうし、であそこまで全国家主席のつまりメンツを潰すっていうようなことをやるのは、そうですよね、むしろ中国的じゃないと私は見てて思いましたね。公衆の面前でああやってメンツを潰されるっていうのは、そうですね。で仮にご病気、仮にですよ、80過ぎてらっしゃるから、いろいろ体調の面であったとしても、あの出し方はないですよね。それでね、今このニュースの項目で、経済指標を日程より遅れて発表しましたよと。だからこれも当然その3期目をね、続投を宣言する習近平氏にとって不都合と、いうことですよね。だけど結果を見てみると、一応 GDP の成長率は予想を上回ってましたっていうことなんですが、ただですね、これその原因は何ですかって突き詰めて言うと、地方政府のインフラ投資っていう中国お得意のパターンなんですよね。もうそれ行き詰まってないですかって話なんですけど、地方にじゃんね、インフラを作って、それで膨らましていくってわけですけど、
それ自体がもうすでにとっくに行き詰まっている、うん、で都市部ではまあ、ロックダウンの影響もあって、はい、もちろん直近で比べると、まあ、ちょっとはいいみたいなところもあるんですけど、うん、でも小売りもね不動産投資もやっぱり非常に鈍いわけですよね。そうすると全体だと年間での目標はやっぱりクリアできないと、はい、年間 5.5 が今年の目標だそうですけど、はい、そうですね、これはやっぱり難しいと。もうこれ10、12月期で 10% 以上成長しなきゃってことですもんね。そうそう、はい、10% 超えの成長率があって初めて達成できると。でまあね、ただ中国のこの統計数字っていうのは、はい、統計数字の取り方自体も先進国と違うのと、うん、そもそも鉛筆なめなめ作ってるでしょっていうずっと疑惑のあるものだから、はい、どこまで信用していいのかっていうのは分かんないし、突如として 12% 成長しましたとか言いかねないんだけど、でもやっぱり無理なんでしょうね。あ、うん、まあ、そうですよね、うん、そういう、こう華々しい数字が作れるんであれば、はい、党大会のうちに発表してますよね。やってますからね、はい、そうですね。それからその、まあ、先ほど その意外な人事ですけど、はい、やっぱり経済の面においてはこれからどんどん統制が強まっていく。そうすると今までまあそれなりにあった改革開放時代からのまあ果実っていうのは多分全部溶けていって、溶けていく。で先ほど申しましたように、その地方のインフラ投資、あるいはまあ不動産とかね、はい、そういう今までの成長モデルっていうのは全部壊れていくわけですね。だけど依然としてそれでその人事でもですね、まあ比較的経済に対し関して、まあ堅実な、ね、方向性を出せるだろうって思うような人をみんな排除している。でじゃあ今 その習近平氏の新しい体制がですね、はい、何を、まあ、一番の目玉というふうにしているのかといえば、やはりこれはその地方をね、はい、どんどん地方にいろんなものを作っていって活性化しましょうみたいな話なわけですよ。旧来モデルしか旧来モデルですね。だからそうするともう今後もちょっと暗いですよね、うん。まあ、国内経済の話は、うん、国家主席というよりは、はい、まあ、国務総理、首相がにそうですね、まあ、そうするとこの李強という人がどうやらそうなるらしいですけど、ロックダウンで上海の経済潰しちゃった人ですよね。潰した人ですからね。そうなんですよ。それとあれでしょ、どちらかというとその習近平氏の顔色見るのに長けた人っていう、はい、そういう感じでしょ。うん、そのようですね、うん。で今までもね、いろいろ株式市場混乱したりなんかした時も、はい、大体間違った手を打ってきてましたからね。それもっと加速するんじゃないかという感じですよね。でさてその流れで一つ言いたいのは、だから日本企業はですね、はい、もうその中国、バラ色の中国市場みたいなものでずっといるっていうのはどうなんですかと。この習近平氏3期目という体制についてのお話、はい、そして、まあ、日本から進出している企業にとっても、うんうん、判断のしどころだと。そうですね。で今まあ、円安っていうことで、まあ、円安だっていうのを日本国内がね、はい、その結構否定的に捉える報道も多いんですけれども、はい、日本の製造業にとってはチャンスですよね。で実際に帰ってきている、はい、まあ、これは中国に限らないんですけれども、国外から拠点を日本国内に返すという決断をしている企業もありますし、うんうん、そうですね。で、それだけじゃなくって、やはり中国の製造拠点を見直そうというふうに発表している企業というのは、結構いくつもありますよね。今日の新聞でも富士ゼロックスだと、はい、そうですね、富士ゼロックス、はい、それから富士フィルムも確かそうですよね、うんうん、ですから結構大手がそうなってきてる。それから先端技術を持ってるところも戻ってくるというようなことになってますね、はい、うん、ですからあとはね、やっぱり日本国内の環境をもっともっと改善していくことですよね、うん、例えば電力、はい、それから、電気のコストね、電力コストですね、まあ、そういうものを改善していくって必要があるでしょうけれども、そうなっていくと、でアメリカはね、例えばそのもう半導体を中国に売らないって言ってるじゃないですか、はい、でさらにその、まあ、この番組でも申し上げたと思うんですけれども、まあ、私はずっと追っかけている例えばウイグル問題で言うと、はい、アメリカはもう6月に完全にそのウイグル強制労働防止法という法律が施行してるわけですね、うん、そうすると強制労働の疑いが排除できないものも含めて全部アメリカには入れませんと、はい、で同じような法案を欧州委員会も提案した。そうすると今度欧州議会はおそらくこれを通しますよ。でそれがそれぞれヨーロッパの国々に降りていって、はい、法制化されれば
アメリカでもヨーロッパでも、まあ、原則もう新疆ウイグル自治区で生産したものはほとんど流通させない。でそれから、まあ、日本にも大いに関係あるところで言うと、例えば太陽光パネルみたいなものですね、はい、こういうものが、中国産というのをもうアメリカやヨーロッパが、排除していくと。一部部材は、まあ、中国中根付く新疆ウイグル自治区、はい、うん、そうですね、まあ、ですから中国が世界シェアの8割持ってて、そのうちの6割ぐらいが新疆ウイグル自治区で作っている。ですからこういうものがね、そのじゃあアメリカヨーロッパの市場から排除されるっていう流れになっていくと日本に来るわけですよ。日本は急ぎやっぱりこれに対する対策 を、はい、を立てて実施をしていかないと、日本がむしろ国際社会の中で、うん、その人権をないがしろにしてね経済活動をやってるんだというレッテルを貼られかねないわけですね、はい、日本企業が実際にこうね、うん、はい、損を被ることになる。そうですね、まあ、アメリカヨーロッパに輸出できないよっていう時に、うん、うじゃあそれ以外の国々に輸出をして採算取れますかっていう具体的な話になっていますね、そうなんですね。ですからそういう点からもやっぱり中国で物を作ってそれを売りさばいていく、あるいは日本国内に入れるっていうこの流れモデル、これはもう抜本的に見直さなきゃいけない。でしかもそれを今のところ日本政府はですね、そうしたその人権、はい、まあ、デューデリジェンス的なもののガイドラインを企業とか業界で作ってくださいって言ってるんです、うん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 、それは無理でしょっていう話なんですね、うん、それが無理だからアメリカは法律にしたわけですよ、でヨーロッパもそれ同じことをやろうって言ってるわけだから、うん、やっぱりここはむしろ本当に政治のリーダーシップでというところなんですけど、はい、日本は財界も永田町もまだまだその認識には相当遠いですね、うんうん、安全保障の部分は結構危機感があるんですが、うん、その経済の部分ってそれこそ、うん、いや中国は TPP にも入ろうとしてるんだから日本は仲介すべきだ、日本のチャンスなんだ、バカなこと言って何言ってんですかって感じですよ ね、 人もいますよね。だって TPP はもうそもそもね中国を入れないってところに意味があったわけだから、はい、まあ、これルール見るととてもじゃないけど入れない、はい、高いレベルだよねと、そう入れないし、うん、そういうレベルで我々は付き合える国々と通商関係を結んでいくんですよっていう一種のそれこそあの違う意味での経済安全保障でしょ、はい、まあ、古い言い方すれば経済ブロックを作ろうってことですよね、価値観を同じにできる、うん、だからむしろアメリカが抜けちゃったんで中国が入りたいって言ってるではなく、はい、あの日本はまあ事実上の事務局ですから、台湾かねてから希望している台湾を入れるとかですね、あるいはアメリカにもう一回戻ってもらうという働きかけをすべきであって、はい、そうですね、それこそその前段階としてイギリスが入るんじゃないかみたいなね、はい、そうそうそう、トラスさんの時はその話がありました、そういう話がありましたね、まあ、これもでも継続して話し合っていくんじゃないですかね。うん、ただそれはあの一体じゃあどういうその TPP って環太平洋なんですかね、そうですね、ネーミングとしてはね、どこら辺が環太平洋なんだろうっていうのはまあありますけれども、はい、まあ、でも本当にあの、今だから中国をですね、まあ、今までのようなものづくりの拠点ですよ、で大きな市場を狙いに行きますよっていうのはもう終わりだよねという話ですね。ニュース7時またぎ、中国この習近平3期目どう付き合うというところをお話しいただきました。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、取り上げるニュースはこちらです。ロシアによるウクライナ侵略から8ヶ月。ロシアによるウクライナ侵略の開始から昨日10月24日で8ヶ月となりました。東部や南部でウクライナ軍が反転攻勢を続ける中、ロシア軍がウクライナ全土へのミサイル攻撃などで反撃しています。またロシア政府は24日ウクライナが放射性物質を撒き散らす汚い爆弾ダーティーボムの製造をほぼ完了していると主張しました。これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は強く否定、イギリス、フランス、アメリカも否定する共同声明を出しております。2月24日から始まったというところですが、はい、もう8ヶ月ちょうど8ヶ月ですね。しかしこういう展開になるというのはね、はい、予想が、まあ、なかなか世界中できなかったところなんでしょうね。まあ、当初はね、はい、もう電撃的になってしまうのではないかというところから、ね、ウクライナがね、まあ、本当にウクライナの、ね、国民それから軍すごい頑張りですよね。未だに踏ん張り続けているという、ね、そうですね。でむしろ奪還してますからね、うん、そうですよね。だから私たちは本当にウクライナの人たちにその国を守るっていうことの意味をね、はい、
それからそういう姿を見せていただいて教えてもらったなっていう感じがしますね。さあここで、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野篤子さんと電話をつなげてお話を伺ってまいります。東野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、昨日で8ヶ月ということでありますが、東野さん、どう現状をご覧になってますか？はい、今東部と南部にこう戦線が集中しているんですけれども、はい、どちらもウクライナが優勢と言われています。で、昨日おとといもザポリージャを除く地域でロシア側からの反撃があったとは伝えられているんですけれども、はい、ウクライナ側が押し返していて、特にヘルソンではここ数日、ロシア側の撤退が取り沙汰されています。ただこれに関連して、はい、ロシア側がヘルソン州のカホウカ水力発電所のダムを攻撃して、あ、はい、あの周辺地域に大きな水害をもたらすよう画策しているという話が出ていまして、無断を許さないんですね。でまた首都キーウを中心としてウクライナ全土に対して無差別攻撃がなされていて、はい、市民用のインフラとか、まあ、特に電力水源あたりですね、このあたりが攻撃されていて、市民生活への影響が心配です。これ汚い爆弾、ダーティーボムっていう名前ね、単語が出てきました、はい、なんかこれロシア側が使って、それをウクライナが使ったんだというふうに言おうとしているんじゃないかというような話もありますけれども、これロシア焦ってるんですか？そうですね。ただこのウクライナ、自分たちがやろうとしていることをウクライナがやりそうだぞとこう騒ぐ、これをロシア側から行ってくる偽旗作戦と呼んでいるんですけれども、これ自体はロシアがこの戦争を通じてずっと行ってきたことなので、何か今回急に始まったということではないんですね。ただやはり自分たちがやろうとしている作戦の責任を相手方になすりつけようとしていることなので、はい、やはりこういうふうに騒ぎ始めたということは何らかの計画があるということで、それでみんな警戒しているんですね。スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと私からも伺いたいんですけれども、はい、これから、まあ、季節が冬になってきます。はい。で、まあ、当初この、まあ、ロシアの侵攻始まった時もですね、まあ、寒い間にロシアとしてはやっちゃいたいんだみたいな話がありましたけれども、はい、これはその冬になってきて、まあ、雪が降ってくる、あるいはその凍ってくる、こうなってきた時にまた戦況は大きく変わっていくっていうことなんでしょうか？はい。冬の前に、ま、秋の、いわゆる泥濘期っていうですね、はい、秋雨の影響で地面がぬかるんでしまう、この時期も非常に大きいんですね。はい。で、そうなってくると、攻撃側、つまりウクライナの方としても非常に動きにくいということなんですね。で、戦況が動きにくいと、主勢側がこう現状維持できるので、やや有利とも言われているんですね。はい。ただ、今年なんですけども、泥濘期が比較的開始が遅いと言われているんです。攻められるだけこう攻めたいっていうところがあり、このままこう いいペースで進めれば、例えばヘルソン市内も含めた重要な拠点が奪回できるかもしれないと言っています。ただ、そのようにこううまくいきそうだというその、まあ、状況の読みと裏腹に、ウクライナ側からするとうまくいくと、そのロシア側からすればこう追い詰められるというところもあって、先ほどお話しあったようなダーティーボムのような話も、追い詰められると出てくるというところは残念ながら事実なんですね。それともう一つ、はい、ちょうどここでイギリスがですね、首相交代になるという、はい、ちょっと非常に驚く展開なんですけどね、はい、でイギリスはトラス首相は非常に、まあ、こうかなり好戦的とも見えるようなメッセージを送っていて、まあ、ウクライナをずっとこう応援し続けていた。でこのスナク、まあ、新首相ですけれども、はい、ウクライナを全面的にバックアップしていくんだっていう、この路線は当然引き継がれていくと見ていいんですよね？そうですね。彼に限らず、スナク新首相に限らず、そのイギリスの保守党の政権、あるいはもうイギリスの政権全、議会全体と言ってもいいんですけれども、ウクライナ支援という方向性からはあまりブレがないんですね。で、その意味では誰がなろうとも、
まあ、この対ロシア強硬路線とウクライナ支援の路線というのはそうは変わらないですね。ただやはりウクライナの国民から見てみると、はい、一時期ジョンソン氏が返り咲くんじゃないかみたいな話があって、で、ウクライナの人たちはやはりそのジョンソン首相元首相を非常に英雄視していたところがあったので、一時期そういった期待がウクライナでこう無駄に盛り上がっちゃったというのも事実なんですね。なるほど、はい、ただそうではあってもそのクスナク首相になったところで大きく路線が変わるということはないということは繰り返しておきたいと思います。で今度まあ、西側としてはですね、どういうふうな支援というのを具体的にこう考えていくっていう流れになるんでしょうか。まあ、武器の面とそれ以外とあると思うんですけれども、はい、支援とそれからロシアに対する制裁という両面ですよね。で今回その例えばいわゆる住民投票というものが行われて、いわゆる併合というものが行われてですね、はい、でさらに無差別攻撃という、うん、展開になっていて、で西側諸国、米欧諸国としてもこう緩まりそうになってしまった結束というのが、はい、ぎゅっとこうもう一回連帯し直すというような状況にもなっているんですね。はい、で今回は EU としても新しい制裁もかけているので、これをできるだけ緻密にやっていくということが非常に必要になってきます。でウクライナに対する支援ですけれども、はい、やはりそのこのように無差別攻撃を受けているということで、やはりその武器供与の心理的なハードルもまた一歩下がっていて、もう少しそのウクライナが勝てるような武器を供与しなければならないという動きは出ていると同時に、やはりその、まあ、冬をヨーロッパも迎えてきて、このままこう支援をずっと続ける形で米欧諸国も冬を越すことできるんだろうかという心理的なその、まあ、陰りみたいなのが出てきているのも確かですので、このあたりをどのように踏ん張れるかというところが大きなポイントになってくるかなと思います。エネルギーの話もありますもんね。そうですね。それから平野さん、ちょっと話変わるんですが、もともとそのヨーロッパの国際政治ご専門ということで、はいはい、このウクライナの話が出る前っていうのはヨーロッパ諸国と中国の関係も非常に言及されていらっしゃいました。そうですね。で、その中で今回この、まあ、新体制に習近平政権がなった、これヨーロッパにとってはどういうこう見方になりますか。こういった形でもう相当その習近平の近しい人たちの人事で、もう全くこう反対意見が、もともとそういうところはあったんですけれども、その反対意見がこう入れられないような、ますます硬直化した状況になっていくということは非常に恐れていると思うんですね。で加えてその新疆などの人権問題、全くこう改善の余地が見られないということで、ここしばらくはもうヨーロッパと中国との関係大きく改善するということは非常に考えにくいと私は見ています。これまで続いていたその、まあ、関係悪化の傾向がまだ残念ながらしばらく続いていくということですね。はい、ただ他方そのドイツなんですけれども、国内大反対の中でショルツ首相がその港をこう開放するというような ね報道が出ましたけど、あの辺の動きというのはどうなんですか。そうなんです。だからドイツはまだこう引き裂かれた状態ではあると思うんですね。その原理原則面でその人権問題がこれほど大きな問題になってしまったときに、あまりこう中国に対して妥協的な立場を取りたくないけれども、しかし前任 のメルケル首相の時代から中国との経済関係は切っても切り離せない、これは本当に大事にするようにということで、これは メルケルからショルツに引き継がれたその政策的な一貫性の部分でもあるんですね。 なのでそのなんとかこう経済的なその連携を頼もつことで、中国に代わってもらえないかというような期待がまだまだ存在するのは事実なんですけれども、現実を見るとそういう部分はなかなかこうですね、その期待通りにはいかないわけですね。経済関係は保ちつつ人権の状況を改善しないということは大いに考えられると思いますので、この辺のドイツでの割れ具合がどのように転ぶかというところ、はい、私も注目しています。なるほど、はい、東野さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございます。またいろいろ教えてください。失礼いたします。失礼します。以上、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。ミャンマー国軍がコンサート会場に大規模空爆。ミャンマーの独立系メディアによりますと、ミャンマーで実権を握るミャンマー国軍が北部カチン州で23日、対立する少数民族組織カチン独立機構の創立記念日を祝うコンサート会場に大規模な空爆を行いました。
犠牲者にはアーティストや市民も含まれ、これまでに少なくとも60人以上が死亡、100人以上が負傷しているとのことです。カチン州というとミャンマーのかなり北の方、一番北ですね、一番北、はい、中国との国境を接している部分でもあるという、そうですね、ですね、まあ、このところそのミャンマー軍による、まあ、大規模な空爆ですね、はい、数十人が亡くなるような、でこれは結構その少数民族の武装勢力のいる地域に行われてるんですよね。で、まあ、おそらく半年ぐらい前だったと思うんですけれども、はい、やはりこの番組で申し上げましたように、うん、まあ、飯田さんもよくご存知 の、はい、私このミャンマーのことではね、まあ、一緒にいろんな活動も多少してるんですけれども、はい、井本勝之さんという、タイとミャンマーを拠点に、うん、まあ、元々はODA なんかも含むその農業支援ですね、その仕事をされてる方なんですけれども、でも井本さんも今やですね、はい、この逃れてくる難民の人たちを手弁当で支援してるみたいな。あ、要するに日本からね、やっぱり妹さんのやることだったら応援しようって言って、うんうんうん、いろいろこう寄付をね送ってくれたりする人たちがいる、その人たちをもう本業そっちのけで助けてるんですよ。というのも、その数ヶ月前に申し上げたと思うんですが、もともと日本がお金を出してね、はい、この空爆のあったカチン州じゃなくてカレン州というところ、ここにその日本がお金を出して、その日本の、まあ、支援でできた町っていうのがあって、はい、そこで農業支援やってたんですけど、これも空爆受けてもう全然そこで本来の活動ができなくなっちゃったんですよね。それでもうその国境を越えてタイの方に逃れてくる難民の人たちを一生懸命支援しているという毎日で、ところが数ヶ月前までは、はい、結構井本さんのフェイスブックなんかに、まあ、難民キャンプ今こんな感じですよと、まあ、決して環境良くないですよっていうのがどんどん上がってきてたんですけど、はい、このところ全然上がらなくなっちゃったんですよ。あ、そうですか。というのは、まあ、井本さんはですね、もともとね、そのずっと人道支援活動やっていて、でその途中で、まあ、この10年ぐらい彼はずっと向こうで活動してるんですけれども、はい、その途上でもともと内戦をしていた少数民族武装勢力の人たちと、うん、それからミャンマーの国軍ですね、はい、これは今の国軍というよりは前の体制の時なんですけど、テイン・セイン政権、テイン・セイン政権までの時ですね、はい、でその国軍側と、武装勢力、少数民族武装勢力を和平のテーブルにつかせたという、うんうんうん、全く民間人なのに、まあ、そういう人なんですけれどもね、うん、だから両方に、まあ、人脈はあるわけなんですよ、その妹さんでもやっぱりフェイスブックなんかにその状況を出すのはね、うん、ちょっとはばかられると。それは2つ理由があって、どんどん悲惨さを増しているということ、1つは、うん、もうそれこそ足のない人とかね、もういろんな、うん、もうそういう人は普通にいる、うん、それからもう1つはですね、やっぱり国軍からの締め付けっていうのは非常に厳しくなっていて、はい、そういう人脈を持っている妹さんでもやっぱりそういうものボンボンね発信してると、どういうことになるかわからないという状況なんでしょう。それで、まあ、もう一つその日本にとっての問題はですね、日本が支援した地域はそういうふうに空爆されて、もう全然そこに人がいられなくなっちゃってるんですけど、実はタイとの国境にですね、中国が資本を出したり、あるいは中国がお客さんになっているカジノがあるんですよ。これも相当昔からあって、私も行ったことありますけど、はい、ここはね、きれいに空爆されてないんですね。ほー、そうなんですね。うん、で今はそのミャンマーに関して言うと、軍がその頼りにしてるのはむしろロシアだったんですけれどもね、今までは、うん、はい、でもやっぱりそのロシアあるいは中国っていうところとこのミャンマーの国軍との関係というのが、はい、まあ、非常に問題である。あ、むしろね、テイン・セイン政権のあたりっていうのはそこも見直そうかというようなね、はい、機運があったけれども、はい、それでまあ民政移管していくっていう流れだったんですけど、その頃の国軍とはもう変わっちゃったんですよ、完全に。あ、なるほど。ですから中国の権益部分だけは守られてるっていう不思議な状況で、でさらに今中国はですね、このミャンマーの港を押さえてますよね。そうですよね。でここからパイプラインを引っ張ってるわけなんですよ、はい、でミャンマー国軍側もそこを押さえちゃってるから、まあ、中国もね、ミャンマーに対して好き勝手なことはできないっていう状況なんですけれども、じゃあ日本っていうプレイヤーどこにいるんですかっていうと、うんうんうん、まあ、さっき言ったように日本が支援した地域は空爆され、はい、それからもうこれはかなり濃厚な日本協力者、日本の要人が向こうに行った時にですね、例えば通訳なんかも務められたような日本協力者、うんうんうん、この人はもう着の身着のままでタイの国境に逃げてきてる。あ、そうですか。
これ、うん、私実は自分の個人番組にも出ていただいたんですけどね、この人が日本が助けられないんですよ、うん、ですからこれはね、その例えばよく、まあ、去年アフガンの時も言われたんですけど、はい、あの例えば自衛隊が行ってね、助けられない法律上の制約があるとか、そういう問題以前の問題で、うんうんうん、ミャンマーからもうどんどん逃れてきてる人がいて、その中に日本協力者がいたらね、はい、隣国のタイの大使館から動いてでも助けなきゃいけない、うんうんうん、あるいは通常ね、日本で例えばミャンマーのことやってますという政治家は、場合によっては現地に飛んででも国境地帯から救い出してこないといけないんですよね。そうしなければもう二度と日本に協力する人なんか出てこないようになります。だけど何にも動いてないんですよ。ですからこの辺の状況だけはちょっと非常に生々しいところを、はい、まあ、今後ですね、その永田町とも情報共有は私も積極的にしていこうかなというふうに思いますけれども。なるほど、ここで事なかれ主義に陥っちゃったらね、それと縦割りなんですね。なるほど、ミャンマーのことはミャンマーでしょみたいな。あ、だからタイではタイ大使館は、タイの大使館はあまり積極的じゃない。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。今日国会で安倍元総理への追悼演説。安倍晋三元内閣総理大臣に対する国会での追悼演説が今日午後1時から衆議院本会議で行われます。追悼演説をするのは野田佳彦元内閣総理大臣です。前回有本さんのご出演は9月27日、まさに国葬儀の日でありました。はい、そうでしたね。あれから1ヶ月です。まあ、はい、1ヶ月ですね。で、まあ、この間にあの県民葬というのもね、山口県で行われて、はい、であのそこから、本来だったら順序は多分逆だったっていうか、この国会での追悼演説が8月に先にあって国葬儀、はい、県民葬というふうに行く予定だったんでしょうけれども、でもやはりその野党のね、まあ、野党議員がやるっていうのが、はい、その定例だとするならば、うん、野田元総理以上に適任の方はいらっしゃらないですよね。これはご遺族の意向ということもあって10月の上旬に正式に依頼があったということを野田さんが明かしてらっしゃるわけですけれども、はい、あの野田さんかねてからやはりご自分のね、はい、この政治人生を振り返る、うん、あるいはその自分はまあ政治家政策以前にね、人としてこうありたいんだ、こういう社会を作りたいんだっていうことを結構演説で、語る方なんですよね、はい、でその特に安倍さんとはかなり政治家としてのそのこう生い立ちが違う、はい、つまりその世襲議員である安倍さん、まあ、もう小さい時からそれが半ば約束されていたようなそういうものを背負ってきた人と、自分のように全くそのこう叩き上げっていうんでしょうかね、そうですよね、野田さん、その僕は自衛官の息子だからっていうのも、ね、はい、うん、おっしゃってますもんね。そうですね。でそういう中でその2012年のね、例のその、まあ、民主党にしてみれば、あ、その取ったはずの政権をね、自民党にもう一回取られちゃったというきっかけになった、まあ解散の現地を取られたっていうことありますけれども、まあ、その一方でやっぱり野田さんはその総理大臣というのがいかに孤独でね、その大変な仕事であるか、それを歴代最長を務められたことには敬意を表すというような、はい、やっぱり非常にその敵ながらこう抑制の効いた、あるいはその本当に良識の上にね、いろんなこう議論をしていこう、あるいは違う意見を尊重し戦わせていこうっていう、まあそういう政治家としてのこの野田さんの姿勢っていうものがこの追悼演説で聞かれるといいなというふうに思いますよね。今の国会に対するこの継承にもなってほしいというふうに思いますね。まあ、このね、旧民主党政権3年3ヶ月の本当、3代の総理の最後と、うん、まあ、だからね、でその中で、まあ、消費税を増税する等々の ね、決断もあって、党内どんどん崩れていく中で、だからより孤独だったでしょうね、うん、そうですね、野田さんは。そうですね。それから例えば尖閣の国有化とかね、うん、はい、あるいはその後から私、まあ、関係者に聞いたんですけれども、うん、あの時韓国の攻勢もすごかったみたいですね、野田さんに対してね。そうだったですか、うん、あの結局、安倍政権になって、でまさにその岸田総理が外務大臣だった時に日韓合意っていうのがあったじゃないですか、慰安婦に関する、はい、まあ、あれは結局その韓国側が当初望んでたものよりはだいぶね、はい、日本側が崩したんですけれども、あれのもっとその原型になるような韓国がもう自分たちの希望を入れ込んだものを相当野田さんのところにこう
入り込もうとしていて、周りから相当圧力があったっていうふうに聞いてますよ。で、韓国側はもう一歩で崩せるっていうところで政権がまた自民党に交代しちゃったというようなことだったみたい。だからすごいいろんなプレッシャーと戦っておられたんですね。あの当時イ・ミョンバク政権の本当に末期で、竹島への上陸なんてものがあったりとか、それも確か野田政権の時でしたよね。そうですね。で、野田さんと安倍さんっていうのはこれ当選同期でもあるんですね。おお、そうなんですね。1993年か、うん。だからちょうど同じ、うん、まあ、風景の中で、はい、で特にその90年代のあの頃っていうのは自民党がやはり一度その、はい、まあ、政権を手放すというような状況があって。そしてまあ改革勢力みたいなのが出てきて、その中に野田さんもいたっていうことですよね。ああ、そうか、7会派連立、そうです、はい、連立政権があって、それで、まあ、2000年代に今度変わる頃にもう一回自民党がその政権を取っていって、小泉政権、安倍政権となっていくような、そういう流れをずっと一緒にだから歩んできたっていうところで、はい、それからその野田さん、あの時々おっしゃってるんですけれどもね、はい、最初県議会議員に出た時にお金がなくて街宣車が借り調達できなくて、1日13時間その街を歩きながら遊説して回ってたと、まあ、だから遊説で鍛えたっていうね、その、まあ、ご自身の自信みたいなものもありでしょうから、やっぱりこの追悼演説では相当この頑蓄の深いね、お話をしていただけるんじゃないかなというふうに。で、それやっぱり安倍元総理に対する本当の意味での鼻向けになるんじゃないかと思って、うん、私は本当にこれ期待してるんですよね。今日の午後1時から、はい、衆議院本会議での追悼演説と、いうことであります、はい。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。